何よ、驚かそうと思ったのに。あのさ、好きだ。タイ。何小恥ずかしいこと真っ昼間から言ってんのよ。そんな車椅子の女の子にまで迷惑かけちゃ悪いです。あら、ずいぶん優しいのね、オーマくん。車椅子は私の個性みたいなものよ。遠慮なんかいらないわ。お分かり？ヤミ！ユキリと伝えなければ。ありごめん！昨日はエッチいことをいっぱいしちゃって、お前のお尻とか。でもあれはだな、ヤミのためを思って。そのことはもういいです、黙ってください。仕方ないでしょ、1万円しか持ってなかったんだから。いや、あれは4ヶ月分のお小遣いではないですか。もう限界だ、お暇をいただきます。待ちなさい。お前はさっきの告白庶民。また告白しに来たの？庶民の分をわきまえなさい。見られた、どうしよう。ミオが貧乏というのは舞妓の誰も知らない、つまり僕と彼女だけが知る事実だ。お嬢様、おはようございます。後部座席へどうぞ。乗るわけないでしょ、歩いて行った方がマシよ。次、つんこ。漫画とかくだらないし、私はそんなの読まないし。じゃあデレコ。たっくんと漫画をきっかけにお話できるかもしれないし、絶対読む。デレン、ツンデレコ。なんでですか。嘘、絶対嘘です。私たっくんなんか好きじゃないもん、大好きだもん。だから違くて、今のなしで。もう逃げられないんだから。そんな、いきなり。学園を案内してくれないかな。何の冗談だ、どうして私が。さあ行くぞ。ああ待って、私が宿を案内する。申し出はありがたいが、私は一度交わした約束を破る気はない。ずいぶんとおとなしく踏まれたわね。そういう潔さは褒めてあげてもいいわ。了解した。だったら早速面接だ。え、ちょっと近くないか。 あんたがここに座れていたんじゃない。私は本当のこと言ってるだけだから、とりあえず聞きなさいよ。さもないと即死魔法と蘇生魔法を連続はするわよ。私の魔力が続く限り、殺して生かして殺して生かすわよ。ねえ、今どんな気持ち。ねえねえ、まなみさん、いい加減にしろ。この何すんの、こんな気持ち。お前ら、霧のちゃんさえいなければ全部うまくいってたんだよ。妹が幼なじみなんかに負けるか。やめろ。まったく、もうメガネが割れちゃったじゃない、ひどいな。ご苦労であったぞよ。よし。あれあれあれ、泣き道はしないの。別に必要ないですもの。ほらほら、泣き道もなんか言ってあげなよ。え、私も。雪平くん、着眼点はまあまあ良かったのではなくて。相馬くんなら今お手洗いに。
自販機はダメなのか。ちょっと待ちなさいよ。ちょっと見せてみ。ちょっとあんた、なんでうちの母とツーショット写真なんか撮ってんのよ。あの時みすずさんはすでにベロベロに酔ってたし。みすずさんだ。相変わらず忌々しいわね。あの時は酔っ払いが暴れ回っていただけだ。特典タペストリーはあんたに渡したでしょ。感謝してほしいくらいよ。だいたい G 組まで何しに来たのよ。あんた B 組でしょ。今日発表だったのに。サークルエゴイスティックリリー柏木恵里。だから学校内でその名前を出すなんて言ってるでしょ。やってくれるだろ。お前小学生の時約束したじゃないか。タモくん、同人活動でしょ。あなたに私の魔術刻印を移植する。いや、ちょっと見とれてた。今更だけど、そういう盗作だから俺は好きになったんだなって。好きって今はそういう話をしてる場合じゃない。じゃあとりあえず服を脱ぎなさい。上だけでいいんだよな。当たり前でしょ。成功したのか。もちろん成功したわよ。見たでしょ。あれって一体。うるさい、ね、うるさい。枕をキャラに扱うなってば。はあ、秘密ってあんなのかか。いつかこっちも恥ずかしい記憶を覗き返してやるんだから、その時は絶対に容赦しないからね。もしかしてこれが恋。でも私は風紀委員長だし。お前の風紀を満たしたい。私の運気乱しちゃったぜ。もしかしてまた持ち物検査か。バックン、こやつ目がエロい。怪しいな。私は風紀委員長なのよ。鼻血出てんぞ。結婚私と結婚してくれ。僕らそんな年齢じゃないだろう。これもダメだ。ならば好きだ、愛している、私の旦那様になってくれ。いや言えるものか。でね、しおりの彼氏が急に別れたいって言い出してさ。ああもうどうしたっての。ひょっとして生徒会の仕事が終わったのが寂しかったりするわけ。いや、そのなんでもない。ブー千鳥。何。手をつなごう。嫌か。別に嫌じゃないけど。君委員長なんだろ。俺はどうすれば。え、何やってんのよあんたたち。ひょっとしてお前ユキか。いい加減に離れなさいよ。いきなり抱きつくなんておかしいんじゃないのあんた。成瀬さんには関係ない。関係あるわよ。私こいつと一緒に暮らしてるんだから。こんにちは高坂先輩。あからさまに嫌そうな顔ね。あら奥さん、ご覧になりました。あんなに可愛い子が2人も。隅に置けませんわね。てかお前らは平気なのか。呪いを知った相手にも災いが起こるって。え、私たちは軽い対魔術を使えるから害はないわ。まあ2人に害がないならよかったよ。バカじゃないの。私はついに見つけたのよ、あんたの財務体質を直す方法。このままじゃ私のプライドが許さないわ。絶対あんたの体にぶち取ってみせるぜよ。くらえ。いいなずけ殿、それポチッとな。あっ、ドゥアドゥアドゥアドゥダッ。そのスイッチは時間差で起動します。後ほどお楽しみに。距離を取っておこう。これでも食べるか。僕は少し胃の調子が悪いんでな。
好きって言われた。君はもっと他人と関わった方がいい。でもどうやって関わればいいのか僕にはわからない。おいおい、春に来た転校生だぜ。べらぼうな美人だってんでしょっちゅう誰かに言い寄られてる。ふん。でフラミンゴだって求愛ダンスぐらいするのに、あなたはまさかそれで終わり？え、ああやってこっぴどく振るんだが、その手の性癖を持つ男どもがご褒美タイムと呼ぶようになってな。でもあの子偉そうな割にひっといペチャパイだよね。